おはようございます。春おじいじです。アリエクスプレス2020年度、12個目の商品が届きました。アリエクスプレスのね、10周年記念の時のセールの時に買ったものですね。うん。3月27日に買って4月20日に届きました。24日間です。台湾から届きましたね。商品はこんなスマホスタンド。まあ三脚かな、うん、今は101円の配送445円だから配送がちょっと高いよね。まあ僕が買った時は送料139円だからまあいいよね。商品も88円だからね。やっぱセールの時買うべき商品かな。うん。実はアマゾンとかにもっと安いのあるかもしれないけど、ということで買ったので届いたのを見ていきましょう。台湾から来ましたね。今コロナで大変な時だからもっと2ヶ月後に返金処理になるかなと思ったんですけど、ちゃんと届いて嬉しいです。開けてみましょう。まあ台湾ということで割と近場な割にはちょっと時間かかった感じかな。うん。うん。こういうことだね。ちょっとでかいスマホだときついかもね。これは 6S だからちっちゃいからね、いいんじゃねえかな。あ、垂直にしかこうやれば、まあ、もう少し位置変えたりして、うん、結構使うの使い勝手はあんま良くないかもしれないな。あ、こうすれば角度つけられるか。うん、はい。何に使うか特に決めてないけど、うん。いいんじゃないかな。うん。あとはこう持ってなんか自撮りとか、あとはスマホをカメラにするときにいいかもしれないね。もう少し大きいサイズのは持ってるんだけど、これコンパクトだから使いやすいかもしれないな。そんなとこです。はい。このスマホスタンドの商品リンクは説明欄に置いときますんで、気になる方はチェックしてね。うん。あと歴代のアリエクで買った商品リンクも合わせて置いておくんでチェックしてね。アリエク、ちゃんと届くものもあるよ。届かない時もあるんでね、その辺は気をつけてね。じゃあ、まあ、またね。うん。登録